はい、皆さんこんにちは。高先生と中村先生のソロワンチャンネルです。あれ、どしこどこ行ったみたいな感じになったんですけどはい、中村先生 と2本目撮っていただくということで、まあ、あのちょっとテーマはですね、昔のソロワン、それから今のソロワン、それからこれからのソロワンみたいな、ちょっとね、あのテーマで10分ぐらいちょっと喋っていければなと思うんですけれども、昔はそれこそね、あのさっきもちょっとあの前の動画でお話があった国民大会という大会があったということで、まあ、あのそれは僕は全く30歳で、まあ、あの分からないですね。僕が生まれた年からもう多分僕が生まれたのは昭和64年なんですけど、そこの時点でもうなかった。どうですかね、いつまであったのか私ももう記憶がない。なんかなんとなくなんか、あのなんか僕もあの昔あったなっていう記憶しかなくて、で、中村先生の時代は国民大会、まあ、もう全盛期みたいな感じですかね。そうですね、もうあのやっぱりこう日本一の大会というとやっぱ国民産業大会っていうのがあって、あ、まあ、それに、うん、それにこう県代表として出て、でそこでこう入賞すればやっぱりすごいぞみたいな、そんな感じですね。で、中村先生は倉敷市出身ですよね、はい、倉敷市の大会みたいなのもあったり。あります、ありますね。倉敷市の大会を経て、それから岡山県大会、そうですね、あの市の大会は、うん、まあ、別な大会で基本的には県大会に、うん、が予選になってるんですね。なるほど、なるほど。そうなんです。で当時は4月に小学生大会っていう、小学生のための大会と国民大会っていう、こう2本立てになって同じ日にやってたんですよ、はいはい、うん、あ、そうだったんですね、うん、そうなんです。で国民大会の予選が4月にあって、うん、5月の末の大体そうですね、5月の末の日曜日くらいが国民大会っていう感じですね。あ、で、本番が、あ、本番が5月です。本番が5月の末の日曜日が、あれ、国民大会。そうです。あ、そうかそうか。僕のなんか勝手なイメージだったんですけど、今はほらグランプリジャパンとか7月とかになってるので、そうですね、あそこであの、まあ、今だ と、神奈川県大会が5月にあって、まあ、うちは県大会の神奈川県予選があって、それからまあ上位の2名が、ね、推薦枠でグランプリジャパンに行けるんですけど、ただ推薦枠は、なんか参加費がちょっと安くなるだけみたいな形で、なんかあの川崎としては実は交通費が出たりするんですけれども、なんかそういうのは当時あったりしたんですか？ね、代表選手の交通費が出ました、ね。おー、やっぱり。それはどこの地域でも多分一緒ですかね。おそらくそうですよね。で、当時は場所が毎年変わったんですか？私が高校生になるまではずっと東京でした。あ、東京。確か高校3年生の大会からが最初で、地方をこう、あ、行くようになったんじゃないかな、うん、大阪が確かその時あったような気がする。ああ、なるほど。もうじゃあ 何十回は出られてる。そうですね、うん、10何回も出てないです。僕こ中学から中2から出だして2、3、高3まで岡山県で5回出て、東京で1回出たんですよ、はいはいはい、なので6回ですね。6回。6回もだって代表に選ばれてるわけですもんね。代表で選ばれて、その枠みたいなのってどれくらいなんですか？岡山県大会はまあ本当に枠は、7名だね。7名、あ、うん、東京都だと、まあね、それこそみんなすごい選手が集まってっていうことで、うん、枠はちょっと多くなるような13名ぐらいあって、大阪京都が一番多くて20名、なんか割り当ての人数が違ったっていう、うん、やっぱりその有名な選手とかやっぱり上手な選手が多いので、あ、まあ、どうしてもそういった県にはこう枠が多い。岡山県は大体最低上の枠で、そうするとでも全体ではだって何百名に、そうですね、大体ね、そうですね。で入賞枠みたいなどんな感じだったんですか？入賞はですね、ちょっとあんま覚えてないんだけど、優勝が1人、2位が5名、3位が10名くらいだった。でもやっぱそれぐらいしかないですもんね。うん、そんな感じだったです。で、その中で読み上げ暗算が中村先生はお得意だということで。読み上げ暗算は得意でした。で、何回どこまで行ったでしたっけ？最高の順位だと。最高は、東京代表で出た時に、2位の一席。いや、すごいですよ。だってほぼ準優勝って感じですよね。そうですね。あの一番最後の問題で間違えたんです。うわ。それちなみに誰に負けたかって覚えてますか？平塚彩子選手ですね。覚えてます、ね。同じ東京代表。ああ、じゃ東京やっぱレベルがその当時は上がってきたっていう。うん、そうですよね。昔はだから大阪、京都がソロバン界は強くて、そこに負けないようにと思って東京から出てきて、まあ、だ東京はね、いろんな選手がね、それこそやっぱり集まってくる場所でもあったりしますもんね。で、なんかでもね、せっかくそういうシステムが昔はあったにもかかわらず、まあ、今の大会ってあんまりそういうのがないというか、
まあ、ちゃんとね、あの全試練の、ね、全日本選手権はまだあるし、 あることはあるんですけど、でもそれもあの県代表を決めてっていうわけでも、うん、都代表とかがないの で、やっぱりあった方が面白いですね。代表選手がこう、うん、指導に返してっていうのは、あれがいいですよね。あれがいいですよね。だからもうぜひね、それ復活してほしいなっていう。ただやっぱりあの僕が思うのはその、ね、前回の川崎の大会ではそのスポンサーとかつきましたけど、やっぱりお金がないんですかね、取材会ですね。ね、その開催する人でとかね、お金、まあ、なんか あのやれなかったら我々行きましょうか。僕はいろんなところに飛びたい人だよね。中村先生も昔あの実はあの、ね、いろんなあの海外出張とかねたくさんされてた。もう全然飛ぶのは別に構いませんね、我々行きますけどみたいな感じなんですけど、で、まあ、あのそれが昔のその場で今国民大会って、ね、大きな大会があって、で、まあ、今はねあのソロバングランドリージャパンとかまだね、マク全国クリスマスカップとか、まあ、いろいろありますけど、これからってなんかこの間も今日の新聞かな、これちょっと放送してる日は多分違うと思うんですけど、今日の新聞って子ども少子高齢化の時代で、あの去年と比べて1月から9月までの生まれた子どもがプレーを 5% 減ってるそうに、うん、去年と比べて 5% ってやばくないですかって僕思ったんですけど、これからソロバン界ってどうなっちゃうのかなっていう感じがするんですけど、中村先生は2年前ぐらいに教室を開かれて、そうですね、でもずっとやるつもりですよね、これから。あ、これからずっとやります。ずっと200歳ぐらいまで。生きれれば。大体私大学卒業してからほとんどもうソロバン界とは、うん、あほとんど縁のない生活を送ってましてですね、うん、もう何十年ぶりでこうね、うん、主団会帰ってきたらだいぶ変わってるなみたいな。ああ、どういうふうに思いました？最初そのやっぱり伝票山がなくなって。ああ、そうですね。伝票山がなくなって。なくなるまあ、日主連ですけど、であの前主連まだあるんですけど、日主連とか日主はもうないんです、ね、であとは左手を使う器用な選手が増えて、ああなるほど、ね、あれは昔はさすがなかったですね。でもあれはちょっとね、でまあやっぱりこう今のトレンドをこの2年間くらいでだいぶこううちの塾にも取り入れて、やっぱその昔ながらの教え方じゃなくて、やっぱ今のいいところをどんどん取り入れてこうやっていこうかなと思ってます、うん、でそうするとでもね2年間でだいぶ生徒も出てきてそうですね、うん、まあぼちぼち、いやいや成城学園ではいい場所ですよね、いい場所ですね、なかなかいい場所ですね。今皆さん来ましたね、成城学園の近くだったらあの仲間といますから、よろしくお願いします。蒲田は高生といますから、どんなアピールしているのかということですけど、ね、まあ、あの近くのソロバン教室ってないエリア、当時はね、当時は空白地帯だったですね。なのでなんかすごい遠いソロバン塾に行ってる子が多かったです、ね、あ、そうなんですね。ソロバンがやりたいって子はまあまあそうですねってことですよね、うん、まあ、もちろんニーズはあったんですけど、うんうん、なんか近くにないっていうんで、やっぱりやらせられないとか、やっぱりその連れて行くのが大変とかっていう風景はいっぱいいましたね。今だとどんどんまた実はあの今日も僕あの問い合わせ受けて、あるソロバン教室が閉まるので、うん、あの移転したいんですけどみたいなことがあってですね、ソロバン塾自体は増えていくと思います、あの減っていくと思います。いや、あの多分昔はやっぱソロバンっていうとこうね、うん、実務と直結して要は計算の道具じゃなかったですか、ね、うん、なのでた例えば僕が子供の頃はやっぱりソロバンを身につけておけば一つのスキルとして、うんうんうん、使えるっていうのがあったと思うんだけど、うん、今は全然こう捉え方が違ってますよね、うん、やっぱりそのソロバンを使って暗算ができると右脳が活性化されて頭が良くなる、うんうんうん、そうですね、まさにコン先生 の、 あの本ですよ。ありがとう、なんか先手失礼じゃない、ありがとう、ここで置いてないんですけど、でも実際にはあれは確かにそうなんで、だからまあうちの塾 の、 あ の、 インタあの要はホームページなんかでも基本的にはその子どもの能力の開発道具ということで一応歌ってます、ね、そうですよね。だからそれが昔からのソロバン教室だとなんか未だに実は暗算を教えないとか、暗算やらないと全くこの時代だとスキルには当然なってこないですし、ね、ただやっぱりそういうソロバン教室が、まあ、僕はだからどちらかというとこれからは、まあ、東州連東京手段教育連盟なんかも先生がこの10年で多分半分ぐらいになるっていうふうに言われてたりとか、だから習う人たちが習いたいのに、ね、なかなか習えないっていう状況が出てくると思うですけどね、まあ、どうなっていくんでしょうね、ソロバン界はこれから、うん、やっぱり若い人を育てていかないといけないですよね、うん、まあ、私ももう年寄りですから見た目全然若いですけどね。あのこの前の動画ではお話ししてるんですけど、あの僕の2倍に見えないですよね。
僕は本当会った時びっくりしてっていうことはありましたけど、そうそう、あのなんかやっぱり思うのがやっぱそのこう若い人をこううまくこのなんつうこの業界にこう、うん、この業界はいい業界なんだよっていうのをね、うん、その宣伝すると同時にそのなんちゅうのがこうトレーニングの場みたいなものが与えられる、そういうなんか学校みたいなの作ったらいいんじゃないか。ああ、それが本来はその連盟だったりするっていう部分もあるんですけれども、ね、まあ川崎集団協会は人数がね、我々川崎集団協会に所属してるんで人数はいるんでいいんですけど、他の大連盟とかだともうそれこそまあ5人いれば多い方みたいな連盟もね結構地方だと出てきてしまったりしてるので、うん、それをなんかね本当は俺も YouTube とかでもやればいいんでしょうねきっとね。そうですよね。さあ、その若い人が入ってこようって言った時に、やっぱりこの、なかなかね、そう、お金の面とか、ね、うん、そのなかなか、昔はソロバン教室、あれ、習ってた頃、ソロバン教室の月謝いくらでした、うん、ちなみになんか。覚えてないですけど、そんなにね、変わってないんですよね、今とね。ですよね、その、変わってないのが、本来は、でも、なんか不思議な感じもしますけど、物価は上がってるわけで。そうなんですね。うん、だから、さすがにこうね、かなりな規模でないと、やっぱこう、うんビジネスとしてはやっぱ難しい、うん、そうですね。で、ビジネスとしてやっぱ難しいってなると若い人たちはどんどん入ってこなくなると、うん、だからその辺をねやっぱりあの、まあ、月謝は例えば高くなったとしてもきちんとした成果をねあの出せますよとか、まあね、ただペーパープリントで暗算もやるし読み上げ座もやるし英語の上座もやるしフラッシュアドもやるしとか、まあそういったところを、まあ、我々としてはねどんどん新しいことをまた ね考えて行きたいっていうところもありますし、なんか中村先生これから例えば大会やっぱりたくさん出てた、ね、先生なので、うん、なんかこんな大会作ってみたいとかってなんかあったりします、うん、こんな大会作ってこんな大会作ったらなんかでもやっぱりあれですよね、やっぱ国民大会の復活を望みますよね。なんかやっぱ なくなっちゃうと僕なんかすごい寂しいなって、ね、やっぱり県代表が一堂に会して、うん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 、あのすごいいいんですよ、あれなんか、うんうんうん、あのこの前、金本先生の研修会から、茅ヶ崎行った時に金本先生行ったのに国民資産教育大会ってこう会場自体がさーっていうこうね、玉の流れるとか、ね、うんうん、波のその静かな波のように聞こえて、うんうん、あれがね、確かそうだったなみたいな、うん、あれがね、あの雰囲気がね、あったらいいだろうなっていう、うんということで中村先生主催で国民大会が復活することがお金ないですお金ないとか言ってますけど、あの現役時代あのものすごいあのこれ大丈夫です外資系のめちゃくちゃ優秀なあの、企業マンだったので、まあ、会計士の資格も持たれてますしね、あのいろいろな実はソロバンの先生だけじゃなくて、ソロバンの先生ってさっきも若い人向けにちょっと話したけど、ソロバンの先生ってソロバンだけじゃなくてやっぱりソロバン以外にもねやっぱり自分の好きなことであればやった方がいいですよね。いろいろやった方がいいと思います。そうですね。中村先生は どんな会社を他にされてるんですか。いやさっきも僕あの実はこの YouTube 話す前に聞いてて、わこれいいじゃんと思って僕も早速発注したんですけど。ソロバン塾とともにまた会社も経営してまして、うん、で会社は何やってるか。会社かっていうと恵比寿にあるオーパス9っていう会社なんですけど、ワインの会社、あ、違う、オーパス1で出ますけど、あの全然違ってあの例えばスマホなんかをガラスコーティングする感じですね。なのでまあコーティングしてこれ防弾ガラスの技術の応用なんですけど、あの落としても割れないと、あのすごい動画がありますけどホームページに行っていただければ動画見れますので、うん、後であの貼っておきますので、リンクで、はい、iPhone って壊れやすいじゃないですか。簡単に言うと iPhone があの落としても全然バリバリには割れないという、ね、全く持って大丈夫なコーティングをしてくれるんですけど、それが大体いくらぐらいでしたっけ、まあ、あの3000円から5000円、そう3000円から5000円で、はい、あのもう壊れなくなるんだったら全然それぐらいの費用は僕は全然出しますけどね。何でかっていうと僕これ YouTube の機材がこれ iPhone あのまさにその、ね、オーパスワンじゃないですけどあのさあシリコンバレーで買ったものなので買わされたっていうのが正しいですね。それちょっと壊れると困るので、あと後ほど恵比寿に行こうかなと思っていますけれども、だからその場もやりつつやっぱりあのねあの自分の他にも得意な分野があったらそちらもやっぱり今の時代だったらやっていくっていうのはどうですかね。僕は正しい方向なのかなと思いますけど、
ね、まあ私もそろばんだけじゃなくて、うん、やっぱり今までこう会社員時代にやってきたことをやっぱり生かしたかったんで、うんうんうん、まあ、僕は人事総務経理いろいろやってきたので、うんうん、まあ、大抵のことはできる。いやいやいや、本当川崎座協会心強いですよ本当にね。ね、まあ、そろばん会にとっても本当に、ね、心強い存在ということで、またまたいろいろ出演していただく機会があるかもしれませんけど、ぜひまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで皆さん良い一日をお過ごしください。中村先生ありがとうございました。はい。